はいどうも、皆さんこんにちは、ということで今日もですね室内でできる、ジャンプトレーニングということで、前回は接地時間の長いジャンプを紹介しましたけども、今回は接地時間の短いジャンプを 1,2,3,4 種類かな紹介していきたいと思います。でですね、あの接地時間の長いジャンプっていうのは 100m 走の中での加速の局面、加速局面で、の強化にね、いいというふうに言われていて、今度は中間疾走以降からは接地時間の短いジャンプトレーニングをすることによって強化ができるということですので、どちらも大事ですので、今日もね説明していきながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きたいと思います。設置時間の短いジャンプトレーニング4種類、まずはですねエア縄跳びっていうのかな、縄跳びのない縄跳び連続ジャンプです。でこれが悪い例ですね。腰が曲がってしまったり、こうやって膝が曲がってしまう、これは悪い例になります。腰や膝極力曲げないようにポン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 リズミカルに、跳ねてください。あのねイメージで言うと熱い鉄板の上をこうポン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 母子球でね設置して跳ねているような、そんなイメージでの、連続ジャンプになります。で次2種目目が連続のボックス昇降になります。こういうのはね階段とかでもねできますので、さっきのねエア縄跳びと同じように腰や膝があまり曲がらないように、腕振りも使ってねイメージしてやってみてください。はい、で続きまして3種目目はデプスジャンプになります。これはですねボックスから降りて次のボックスへ乗るという感じなんですけど、着地の時のね衝撃、これにね膝とか腰が曲げないようにしっかりと、耐えてですね次の台に乗るという反発をうまく使ってジャンプという、まあ、そんなイメージでね立っていきます。これもですねボックスないっていう場合でも階段1段飛び降りてなんとなくイメージでいいのでね、跳ねるだけでも大丈夫かなと思います。そして4種目目が物を越えてからのタックジャンプになります。これがねやっぱり一番衝撃が来るのでしっかりその衝撃にね負けないようにしてください。どうしてもね衝撃が強くなってくると設置時間が長くなってしまうんですけども、設置時間長くならないように、しっかりね、耐えて、そしてそのままこの衝撃をうまく上にね向かってこう跳ね返されるように跳ね返せるように頑張って練習してみてください。はい、ということで4種類紹介しました。はい、ということで今日はですね設置時間の短いジャンプトレーニングを紹介しました。前回も言いましたけどね、ジャンプトレーニング結構体に負担がかかりますので、あまりねやりすぎないようにしっかりね練習後は、ストレッチ等ケアもね忘れずに行ってください。で、次回はですねいよいよこれらの、トレーニングを走りにつなげていく、ことをやっていきます。すべて速く走るためのトレーニングですので、そこへね、つなげなければ意味がないですから、次回はですねちょっと走っていこうかなと思います。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメント、それからいいねありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。いよいよいろいろ大変な、状況になってきてしまいましたが、猫ちゃんは関係ない猫ちゃんは全然関係ないいいないいな猫はのんきで怒ってるバイバイ。みんなも頑張ってください。